はい、どうも、お茶です。相当デビルメイクライのね、更新期間空いてしまって申し訳ございません。まあ、前回ね、デビルメイクライ結構更新頻度上げようと思いますとか言ったんですけど、やっぱりね、PS3 なんで、つけるのめんどくさいんですよね。はい、まあ、ちょっと言い訳させてもらうとね、そういう理由があって、まあ、単純に、めんどくさかっただけですけど、まあ、そういう理由があってね、更新してませんでした。はい。まあ、今日からは多分、更新頻度上げると思います。はい、多分ですけどね。まあ頑張ろうと思います。はい。で、まあ話変わるんですけど、なんか今ダンテがさ、デビルメイクライの主人公のダンテが出てくるなんか格ゲーあるっぽいですね。この前ツイッターのリツイートで、ね、流れてきました。面白そうだなって思うんですけどね、タイトルが分かりません。はい、なんだ、グローブのかけら。まあここね、実は配信外で一回やってクリアできなかったんですよね。配信外じゃない、動画撮ってる、なんだ、撮影外っていうのかな。まあ撮影外っつうか、本当は撮影してたんですけど、死にまくってグだったんで、それあげなかっただけっていう。で、まあここ一回ね、やっているんですよね。なんで、まあ結構サクサクプレイでいこうと思います。で、ここのボスがクソ強くて全然勝てなかったんですけど、なんかね、アドバイスをもらいまして、なんかジャンプのこの兜割りがね、すごいなんかこのボスには効くらしいですね。なんで、まあ、これを多用してね、勝っていこうと思います。いやー、デビルメイクライ難易度高いって聞いてたけど、本当に高いっすね、このゲームね。最初舐めてたんですけど、やっぱ高いっすわ。あ、こっちじゃなかった。はい、早速ね、サクサクプレイとか言いながら道を間違っていく。こっち戻って、あ、そうそう、ここの扉だ。見えなかった、全然。なんか背景と色が似てるからさ、同化して見えた。で、こっち行くと、まあ、鍵があるんですよね、確か。あれですね、鍵。鍵を取って、で、なんかね、虫がいっぱい出てくるんですよ。ここの敵はどうやら虫らしいですね。最初のステージはマリオネットだったんですけど。でも、この虫ね、クッソ雑魚なんですよ。全部これだけで殺されて、いて。これだけで全部殺せるんですよね。あのなんか茶色いのはちょっと硬いんですけど、青いのはエボニー&エボリーだけで殺せるという。この、なんだ？あれなんかな？緑色のはカエルなのかな？カエルをモチーフにして作ったとかなんかな？なんか入ってるね、ゲロみたいなの。剣の方早いわ。まだいたはず。オッケー。ここ劣等部かなり稼げますね。なんかちょっと食らっちゃったけど、まあいいや。申し訳ないです。なんか最近、喉が変なんですよね。で、あとはもう全部いいよ、銃で。これ、オートエムなの、ほんと便利。お、落としてくれたじゃん。親切設計。まだ音楽鳴りやんでないってことは、どっかにいるはず。あ、鳴りやんだ。で、ここで古びた鍵ですね。でね、もしかしたらね、俺がボスで死ななきゃ、結構早めに終わる動画になるかもしれません。ここ結構マップとしてはね、すごい狭いんですよね。ただボスが強い。ほんとそれだけ。いや、この足音とか、あ、ここブルーオブか。ブルーオブじゃない、グリーンオブか。この足音聞くとやっぱ、バイオハザードっぽいですよね。さあ、そろそろボスが出てきます。ここですね、ここ。何が難しいって、まずここね、このボスね、マップが、ってか移動範囲がそう、こんぐらいなんですよ。これを多用してけと。で、ハンドガンはあんまり撃つなって言われました。で、これが難しいんですよね。これね、見てから移動じゃなくて、これ、超むずいマジで。で、待って、悪魔化ってどうやるんだっけ？悪魔化の仕方が忘れた。あ、ここだ。これどうしよう、どうやって避けよう。
これで避けろって言われたんですけど、これあ避けれた。なんか壁にめり込むのがうざいんだよお前。いやこれで避けんのか。やべ、なんかあるかな。あーねえや、まずい。くっそ、これ当たったら死ぬぞ。あーほらもうほらむずいんだよこれ。ちょっと一回消して、あの体力回復アイテム持って挑もうと思います。ということでカット。はい、ということでね、ボス前までカットしました。ではバイタルスターとあとね、なんかね一つ能力取って、ということで再戦ですね。まあ多分勝てるでしょう。でとりあえず、やべ、無駄な攻撃食らいたくないんだよな。とりあえずこれで1個仮面破壊して、で多分ぐるぐるやってくるんですよ。でこれどうすればいいんだろう。タイミング合わせてってことなんかな。こんなん見てから反応無理だよな。で多分これでぐるぐるやっていきますね。やってこない。いって、そろそろデビル、なんだっけ、どこで使うか忘れたんだけど、あ、ここだ。で、これで、おお、できる、できる、これ、これ、これ。弱い、待って、死ぬ。本気で死ぬ。やばい、やばい、やばい、やばい。で、ここで使います。いやー、やばいよ。で、破壊して、ローリング。タイミング合わせて、ローリング。ローリング。ローリング、オッケー。やべ、当たってない、これ当たってない、当たってない。おい、当たってねえぞ。おい、なんだよ、それ。死ね、まだか。ローリング、ローリング。ローリング、くっそ。ローリング。ローリング。で、ここで、待って待って待って、ここがどうだ。オッケー、倒していく。やった、危ねえ、やっと倒せた。さっき言った通り、ここで僕何回も死んでるんですよ。なんでこれ実質6回目ぐらいですかね。やったぜ、やっとクリアできた。あークリアできた、やっとだ。いや、早速なんかデビルメイクライ1難しいって言われてるね。なんだろう、その洗礼を受けた気がします。はい、ということでね、今日は、こんな感じの動画にしましたね、となりました。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、ランク C ですね。ご利用しでしたもんね。はい、ということで動画切ります。